はいどうも、えー、今日もブログをご覧いただき本当にありがとうございます、えー、今日はね私がどんな本を読んでるか誰の本を読んでるかっていうのを、えー、ちょっと動画で、えー、言ってみたいと思います待って待って待って、はい、で面白いことに、えー、僕はこの人の本を読んでるんですけどももしあなたが知らないのであれば是非見てくださいこの人ですねこの人これ誰か分かりますかうちの、ね、子供はこれわかるんですね はい、はい、これ誰？元気誰？元気そうダンケネリーです面白いでしょ？教えたんですダンケネリーもういいよよいしょで、えー、この人ねあのー、言ってることを実践すれば、えー、売上っていうのはやっぱり上がっていくと思います。 で僕もそんな偉そうにね、あの売り上げ上がってるとかね、言えるような額ではないんですけども、えー、これを実践、この人の言われたることを実践していると人は、本当に、えー、多くの富を得て、えー、自分の思うライフスタイルを、えー、過ごしている方が実際にいてますので、えー、ぜひ、あのー、どんな本を読んでいいのかわからないっていうのであれば、えー、この方の本を読めば、読まれたらいいと思いますね。はい 誰ケンそそそうそうそうダンケネディですぜひ、あのー、本何か勉強したいと思われているのであれば、えー、この方の本読んでみてはいくかがでしょうか。今日はとても短い、えー、動画ですけどもちょっと面白いかなと思ってこういう形でやってみました。ではまたさよなら。